ああ、綺麗な川よ、これ。もう社長のご自宅です。昔はね、ここに工場があったらしいんですよね。え、ソメイヨシノ満開？綺麗ですね。ちょっと横を通らせてもらってね。わあ、すみませんね。申し訳ないです。工場はこの奥にあったんですね。昔は。今の当主が第33代です。室町時代からここに住んでます。後醍醐天皇が、後醍醐天皇の時はね、ここではなかったと思うんです。あ、そうですか。間違うんですか。この先にね、はい、今山が見えてくる。山あるから、ね、はいはい、あの山にね、米田の城があったんですよ。おお、じゃあ米田さんというのは、じゃあ、城主なんですか。この辺一帯を支配した豪族ですね。豪族の方、でほらそこ、はい、ちっちゃな、ちょっと見にくいからね、ここ分かりにくいんですよ。ああ、これはちょっと、これ右ですね。はい、分かりました。ここ入っていくと、はい、ずっと行くと、はい、国見神社、神社まで10分ぐらい、10分ぐらいですね。はい、気が向いたら上上がりますわ。はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ちょっとね、今ね、ここまで送ってもらったんやけどね、ここにね、脇上の道にこうなってるんでね、これ右やで、ちょっとね、狭いんですけどね、これ10分ぐらい上がると、国見神社があるんで、ちょっと上がってみましょう。いけるかね、電池が持つかね。これ30分は電池持ちませんな。スマホもあるのはあるんだけどね、どうやろう。スマホは手持ちやもんな、今日な。ここにでも撮るか、仕方ないね。はい、10分ぐらいかかるということやから。不動産屋のお父さん、国見屋の盛んに言われるんやけど、俺車で行けると思って来たんやけどね、な、車で行けないんやって。あれ、これ車行けんかね、これ行けんことないぞ、この感じは。こうなんかね、なんかまつってあるんやけど、なんだろう。ちょっと狭いか。あ、車の跡ないね。国見山。あら、お姉さん来たけど。これ見るか。どっちだ？すいません。写真撮ってありますよ。はい、神社に行きたくてね。え、神社、はい、国見神社はこっちですか。ここまっすぐだったらね、はい、あ、こうしたんですか。はい、ここずっとこの道、はい、続きにずっと突き当たりが神社になってます。あ、そうですか。ほんでね、はい、ひょっとしたらね、はい、イノシシとかあんま入ってきたらあかんからね、はい、柵はしてあるんですよ。はい、それを上げてくれはったら。上げて入れますか。入れます。はい、すみません。ありがとう。その国見神社。ほんだら突き当たりの、はい、階段登っていかはったら、はい、ありますので。ありがとうございます。すみません。石段っていうか。石の階段。はい。石段をずっと登っていかはったら、ね、はい。なんか道がええからこっちかもね。ね、ここずっとまっすぐ行ってくれはったやつ。間違いますね、これね。こっちの道が感じいいからね、はい。いや、こっち行ったら開きませんね。はい。こっちね。はい。はい、すみません。道の通りのところをずっと行ってくれはったら、10分ぐらいで自然と行けます。はい、ありがとうございます。どうもすみません。ありがとうございました。はい、山道やからね。山道。はい。これで行きますか。はい。大丈夫ね。いいね。ありがとう。はい、どうもすみません。はい、はい、こちらそうですわ。ちょっとね、見た感じがね、道が、いや、山道ですほんまに。右の方に行った方がね、なんか道がそれだし道みたいやけど、これほんま山道やな。
もう草がボーボーしてますよ、これ。墓地の間はね、こっちも墓地でね、こっちのこの右の方も墓地だね。この間はずっと歩いていきます。すいません。で、行かせてもらいますわ。墓地でございますからね。こんにちは。こんにちは。すいません。タンポポがいっぱい咲いてますよ、タンポポが。はい。国見峠、国見峠言われたかな。そんなこと聞いたらな、車で行けると思ったら大間違いで。見てくださいよ、これ山が見てくださいよ。だんだん狭くなりますね。俺は車で行きませんわ、これ。おお、虫がぶら下がってる。シャフトの虫でしたね、今な。これは大変だ。もう5分ぐらいあるよ、フラフラになってるし。お、下ってるぞ。下ってますね。じゃあちょっと下ってみましょうか。これはこれかけないか。やっぱこっちやな。え、やっぱこっちやろ。まっすぐ言われたな、私は。それは不動産屋のお父さん、こう、中学生ぐらいの時に先生と一緒になんかいろいろね回ったようなおっしゃっておられたけど、わしはあんまりこんなもんな好きじゃなかったけどな、先生が大好きでついて回ってて言ってたけどね。こんなとこ回りあったんやろかね。だから話聞いてるとね、完全に車で行って峠をおっしゃるから、国見峠とおっしゃっておられたからね。もう峠と言うたらもね、車で行きゃ下がって行きましたんか。で、上に事務天皇のね、墓標かなんか立ってる家で、そんなことおっしゃっておられたんやけどね。あ、これか。これがね、イノシシ除けやから、開けて入ってくる言うたね、今。開けて入っていいらしいんやけどね。どうやって開けんのやろ。え、どうやって開けんの？あれ？え、どうすんのこれ？あら、開からへんねんけど。え、どうなってる？これ開けるか。あ、こうやな。こうやわ。はい。入れすぎよけ。もう探してますけど。はい、どこやってんの？はい。はい。はい、回りました。はい、行こう。おお、神社でした。はい。鳥居が、神社じゃなくて鳥居でした。鳥居でした、鳥居が。これ上がっていくと、石段があるとおっしゃっておられたけどね。石の階段が。はい、石の階段。見当たりませんね。上では、カラスが鳴いてますけどね。こんなの描けないか。通ろうと書いただけですわ。通ろうが立ってます、通ろうが。おお、神社見てきました。はい。
やっぱりさあ、この資料館からやっぱり10分ぐらいかかりますね。10分以上かかるね、これは。ここからまた20分ぐらいかかるおっしゃっておられたんでね、あの国見峠は。ここ上がってみましょうかね。はい、ここが国見神社でございます。間違いなければ、よいしょ、国見山頂500m。 はい、先にちょっとここでお参りして体力が残っとれば上がりましょうか、500m なら。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。国見神社でございます。失礼します。ちょっと上がりましょうかね。はい、行きました。国見神社でございます。失礼します。何にも書いてないね。ここなんか書いてあるよ、これ。高齢拝礼者、拝礼者って書いてある。お名前書いてないね。神武天皇寺の。いや、この山の上にいっぱいですね。灯籠がいっぱいあるんだけど、これ。はい。なんかしら。失礼します。はい、よいしょ、よいしょ。もう灯籠がすごいことになってんやけどね。ありがとうございます。灯籠だらけでございますけどね、これ。はい、失礼します。このね、凛としたね、すごく素晴らしいね。ね、やはり拝礼のやり方はね、神社によって違うことが多いんでね。これね、正式にはね、二礼ですよ。で、拍手です。二拍手。で、もう一回俺でね、はい、これが正式なね、参拝の仕方でございますけどね。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい。大きな木が いっぱい見てください。これ、この灯籠がね、こんなに灯籠があってもこれどういう意味でございましょうかね。灯籠だけどすごくなってますけど、失礼しますね。国見神社でございました。はい、ありがとうございます。これからはね、よいしょ、あたたた、足を崩れば、ここからね、ここから国見峠まで行きましょうか。神武天皇の墓標があるところまでね、あと500メートルです。500メートルだとやっぱ10分くらいかかるかな、山道。あ、行かれるんか。これはどうだろう。どっち行くの、右行くの、これは。もう完全な山ですね、これは。山でございます。山、山道で、
これどうすんだ。だから500m、 虫がすごいことになってんだけど、どうしたのこれ。虫がいえ、これがね、もう一回照準がっちゃうとね、足が止まらへん。行きましょう。山でございます。山はいいでございます。すごい山もいいでございますからね。500m やから、山のトッピンまで登るのにもなるな、今ね。わからんな。あれ、これだし。これね、なんだ、杉かこれ。なんだろう。ヒノキかな。ヒノキ。間伐が入ってないからこれ。大変なことになってさ、本数が多くてね。ちょっと間伐入れないとこれ大きくならないんでね。あと、はい。はい。フラフラしてます。山頂右、何メーターか書いてないか、書いてないな。あの山の上が山頂かね。これは大変や。フラフラや。これはね、あんまり人は歩いてませんわ。たまに歩くぐらいの感じやね。国見山山頂、もう完全なね、山を見てございまして、こんなんですよ。こんな。はい。おい。もう帰りが大変やな、これ。もうフラフラですわ。もう麓からね、だいぶ上がったんやけど、この山道がずっと吹いてますからね、もう息が切れてしゃだよ。マスクやな。マスクちょっと外してみようか。もうちょいよいしょ。まだまだかいね。もうずいぶん来たんだけどね、まだまだらしいですわ。こんなとこですね。一回立ち止まって、立ち止まって深呼吸して登りましょうか。
お、恐竜がありました。恐竜の祖先が。よいしょ、どうだよいしょ、もうフラフラでございますわ。
ほら遠すぎますわ。歩いては国とよ見えるんかね。何にも見えてないや。まだ向こうかい。はい、国見峠でございます。何にもないけど、墓標はこれのことかね。神武天の墓標、このことでございました。はい、これ大阪側やろ。全然見えないよ、これ全然見えないさ。はいはい。